はいどうも皆さん、初めての方ははじめまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのは千年戦争アイギスで、今回は、ようやく来ましたね、新規魔人の、魔人ネラゼのレベル15の方を攻略してみました。はい、もう久々の新規魔人でしたね。新規魔人というだけあってかなり新鮮味がありましたけれども、で今回はですね、レラジェの方がですね、毒攻撃と、敵の回復ですかを同時に使ってくるということなので、それに合わせた編成ということで、大火力プラス毒対策の編成を組んでみました。火力の方に関しては説明していくと長くなっちゃうんで、まずは伊吹さんですね。うちの王国の火力、大火力というと伊吹さんですよ。まずこの人を置いときゃなんとかなるみたいなそういうところがあるキャラクターなので、今回もお世話になりました。あとはですね、ソラスさんですか、ソラスさんもね、大火力なんですけど、大火力すぎるので普段私は使わないんですよ。ソラスさんね、使っちゃうと本当ゲームがなんかこう面白くなくなっちゃうくらいに強いので、ただ今回はね、大火力というコンセプトの編成ということもあって、ということでソラスさんを入れてみました。あとはですね、バフとデバフですね、そのあたりを組み合わせて、そういった大火力の人たちをサポートするみたいなところもあります。ただですね、今回はちょっと皆さんに思い出してほしいね、ことがあります。今回のね、魔人ネラジェは毒攻撃をしてくるわけですよ。毒の攻撃ね。で、皆さんお忘れではありませんか？毒攻撃をしてくる敵に対してはカルマさんというね、もう立派なユニットがいるということ、皆さんお忘れでは？なんかね、他の人の攻略動画を見たり、あとはスレッドを見てもね、なんかカルマさんの名前が全然出てこなくって、あれ、皆さん忘れてるのではと思うのですよね。もう昔からね、アイギスではもうね、毒攻撃とかドット攻撃、スリップ攻撃等々をしてくる敵に対してはもうカルマさんポンゴキがもう最適解だと、定石だとされてきたじゃないですかね。なので、今回私の方はまたやっぱりそういった古典的な戦略に従ってね、カルマさんを入れてみました。やっぱりカルマさんは強いですよ。毒攻撃を持つ相手に対してはね、もう無類の強さを誇ってくれましたので、もう本当に活躍してくれましたのでね、そのあたりをね、これから流す動画の方でちょっと見ていただきたい、そして思い出していただきたいですよね。カルマさんという優秀なね、ユニットがいるということをね。とりあえずこんなところでしょうかね、前置きの方は。それでは、早速レラジェレベル15の攻略をどうぞ。
とまあこんな感じですね。うん、ちゃんと攻略はできました。本当にもう火力でゴリ押しですね。火力でゴリ押しで最後はカルマさんに、まあ、あの毒攻撃を止めてもらってみたいなところがありますね。うん、ただね、今回の魔人戦ってかなりなんていうかこうユニットを選ぶというかね、うん、特定のユニットが必要みたいなところがありますから、うん、あまり自由度がないような魔人戦でしたね。なので特定のユニットを持ってる人と持ってない人で攻略難易度っていうのは相当違ってくると思います。うん、本当に今回はね、私の方ではタエちゃんですか、タエちゃんの方がいたのでなんとかなりましたけれどもね、いなかったら攻略としては相当難しいかな。うん、あとナナリとかね、うん、そういったなんか特定のユニットが求められるような
なんていうかこう仕様というかね、そういうマップだったのでかなり窮屈に感じてしまいましたね、今回の魔人戦はね。もうちょっとね自由度のあるね魔人戦だったらよかったんですけど、まあ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 こういう魔人戦もあってもいいのかもしれませんけどね、うん、まあというわけで今回は、レラジェレベル15の方をクリアしてみました。で多分ですねまた近いうちに大討伐ですかね、魔王城の大討伐イベントの方の動画を出すと思いますので、もしよろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですねチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは月島でした。